5月6日、ボクシングの世界戦としては34年ぶりに東京ドームで行われる王者、井上尚弥と挑戦者ルイス・ネリトの世界4団体スーパーバンタム級タイトル戦。前評判は井上の優勢という見方が多数を占める中、ここでは井上自身の強さ、絶対王者としての流儀について、取材内容をもとにしたベテラン記者の視点で、改めて分析してみたい。 怪物のフォト日記井上直也トレーニングデイズ2023一撃ノックアウトこそが井上の持ち味2023年秋のインタビューでとても印象に残る応答があったコンビネーションブローについて尋ねた時だその時30歳の4階級制覇チャンピオン井上直也はにっこりと笑ってこう答えたコンビネーションブローって何でしょうねワンツーのことですか ワンツースリーですか自分はそういうボクシングをしません。いつも一発のパンチで倒す組み立てで戦っています。ボクシングをそれほど熱心に見ていない人なら、コンビネーションブローと言われてもピンとこないのかもしれない。要するに様々なパンチを繋いで攻撃する技術である。オーソドックススタイル、右利きの構え、なら左ジャブから右ストレートの2発のパンチのつなぎをワンツー。 そこから左フック、あるいはジャブを返したらワンツースリー。これも基本的なコンビネーションブローになる。プロボクシングでは遅くとも1950年代からコンビネーションブローが攻撃技術の最先端を言っていた。様々なパンチのつなぎに、顔面、ボディへの内訳こそが、かっこよく、最も効果的と考えられた。ステップで前後左右に位置取りを変えながら、 角度の違うパンチを6発、7発と打ちまくる。例えばワシル・ロマチェンコ、ウクライナ、3階級制覇を果たした元世界チャンピオン、のような流麗なテクニシャンも現れる。井上は、先端技術を無視しようとしているのではない。そんなコンビネーション前世時代は、実は10年以上も前から形を変えつつある。ワンツー、ワンツーと短く切り詰めた連続攻撃を積み重ね、 最終的には、決めの一撃でノックアウトを狙っていく。美しく、長いコンビネーションブローより、強打を積み上げる戦い方こそがトレンドであることを、井上はよく理解しているのだ。フルトン戦の8ラウンド、最初にチャンスを作った攻撃もコンビネーションではありません。井上が説明するのは2023年7月25日。 WBC、WBO スーパーバンタム級統一王者のスティーブン・フルトン、アメリカ、を8ラウンド TKO で切り倒し、同階級でデビューを飾った試合だ。素晴らしく高速のまま繋がれた、2つのパンチは左ボディジャブ、右ストレート。その1発目、左ジャブのボディ打ちは、動きの速い技巧派相手対策としてそれまでも多用してきたパンチだ。あの左ボディで、フルトンが止まったのが分かりました。 パッと上の方を見たら、フルトンの頭、手も動いていない。だから、右ストレートを上に打ったんです。大きくふらついたフルトンを、鋭いステップで追いかけ、豪快な左フックで投げ倒す。これもとっさの判断。立ち上がってきたライバルを20発にも及ぶ連打の雨でズタズタに切り刻んだ。まさしく、井上の言うところのゴーダの方程式で仕留めたのだ。